オートフォーカスで僕の顔に一切ピントが合わない手だけだしです。9月ですよ。夏も終わってさ、夏が終わっていくとだんだん紹介するものが減ってゆき、これからねどういうものをデビューしていこうかっていう話なんだけれども、まだ動画のネタはね撮っといてあるんだ。ウルトラ怪獣デラックス BLU50 三道橋、こちらも紹介していきたいと思います。第2のベリアル U50 として登場したサンダーキラーですけれども、見ての通りエレキング、そしてエースキラーがフュージョンライズしたベリアル U50 でございます。身長53メートル、体重52000トン、ベリアルがエレキングのエースキラーを融合した体重、左手が大きく鋭い爪の必殺の電撃サンダーデスチャージが武器ということでですね、それではですね本体をパッ、デラックスっていうことででかくて、まずお顔から見ていきたいと思うんですけれども、お顔はかなりエレキング要素が強いかなといった感じで、エレキングのアンテナなんかもちゃんとあります。はい、紫色の成型色でしょうか、ソフビではあんまり見ないような珍しい色だなーっていう感じがしますけど、ちょっとこの辺成型色のあたりがさっぱりしてる風に見えますね。もうちょっとね黒とかオレンジとかの色がねいっぱい入ってると思うんだけども、そういうのが省かれちゃってるので、この辺がね結構ね寂しく見えちゃいます。はい、で胸の模様のねベリアル要素、これがねかなり独特しいカラーリング、ただ成型色紫と赤のこういうメリハリみたいなのがねかっきりかっきり出ちゃってるのがちょっと気持ち悪いかなというか印象です。こんな感じに行くとこのような感じで、地肌からこう金色のね血を身にまとってるみたいな、エースキラー要素のこのお手手がかなり大きいと、逆の右手がちっちゃいのは、ギャップ萌えでしょう。はい、下半身にも行きますと、黒とオレンジの独特しい模様が入ってるんですけれども、でもね、ここしか入ってないっていうのがちょっと寂しいかな。横行きますと、こんな感じでですね、エースキラーの肩の角パーツですかね。こういうのがありまして、はい、後ろ行きますと、はい、なんかものすごい色してますね。ドクドクシー、あんまり触りたくないような色してます。やっぱりこう、エリキングというだけあって、ボリューム ある尻尾でかっこいいです。はい、ということで今回は、ウルトラ怪獣デラックス、ベリアル U50 サンダーキラー、こちらも紹介いたしました。ベリアル U50 は2体目ですけれども、スカルグモラ、サンダーキラー、両方ともですね、融合の仕方がすごくうまいなぁというふうに思いました。第3のベリアル U50 も多分出てくると思うんですけれども、いつ出てくるのかがすごく楽しみですよね。ってことでですね、皆様もぜひお店など行ってみたら、手に取ってサンダーキラー見てみるのもいいんじゃないでしょうか。スカルゴモラはですね、次回、2回目、またね、次回出てくるらしいんです。サンダーキラーもね、ぜひ、あれだけの活躍では終わらずに、2回目出てきてほしいな。このかっこよさ1回で終わらせてしまうのはもったいない。以上、デラキラスでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。デラキラスチャンネルは Twitter もやっております。関連動画はこちら。チャンネル登録、コメントもよろしくお願いいたします。ということで、以上、デラキラスでした。バイバイ。